きなりですけど漆黒さんと呼べばいいのかネイビーさんと呼べばいいのか、どっちなんだよー。いきなりキレるやんこの人。この動画に出てた時はネイビー名義だったわけだからそっちでいいですよ。わかりました漆黒さん。性格ねじれてんなこの野郎。何言ってるんですか。まっすぐですよ私。中尾明のマフラーのようにねじりの極みにいるじゃねえか。漆黒さん、二つの名前を混ぜないでください。ツッコミの腕あげたわね。こんな突っ込むのここでだけですけどね。もっと言うとこれ作ってるのループさんなのでもはや私という存在謎すぎるよね。猿靴はして熱湯とか赤ろうそく垂らされて喜ぶんですか。謎すぎるよねとは言ってない。っていうかループさんそろそろこの復活パートの目的をいろんな扉を再度巡ってみよう。だよ。ほう。まあこのゲームに関してはそれぐらいになるよね。うん。特に他のイベントがある様子もないからね。まあおまけパートだしゆるく行きましょうよベイベイさん。突っ込まんからな。本当は突っ込みたくて仕方がないくせに、ループさんが言うと変な意味に聞こえるんですけど。遅れて飛び出てじゃ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 ん。マリサだぜ。どもどもループさんとこのバナナさん。お、最近漆黒という名前になったネバネバさんじゃねえか。漆黒という名前になったネイビーです。ねえ漆黒ん覚えてる？なんだろうすごく汚い名前になった気がする。この桜色の場所は本編のケース1で最初に来たとこだったよね。そういえばそうだったね。っていうか漆黒んに関してはノーコメなのね。もっと丁寧に言うとやめろ。食事中の方もいるかもなんだからやめなされ。食事中？なんで気を得ながら動画見てるやついるんだよ。あーループさんの動画は食事がはかどるな。ここにおったわ。この場所も懐かしいね。ここでアーダコを出した気がする。パンナコッターナコン出したよね。そんでもってアジャコングスタイルなんだよな。と、懐かしネタも挟んだところで真面目に実況していきます。この動画は今年3月半ばから4月後半まで投稿していた虚無シリーズのおまけパートです。本編投稿当時は編集時間に余裕がなく半端なネタが多く生み出されてしまう事態が起きました。録画に関しても長々と撮ったもののあまりにダラッとしすぎていてカットの嵐でした。このことが完結後もずっとモヤモヤとして心に残り続けていました。ということでリベンジの意味を込めたおまけパートとなります。よろしくね。断る、は？あはは、冗談冗談。もう、意地悪しないでよ。まあこのシリーズ始まった時はまずループさんの滝への加工クソじゃね？と思ったし、ループさんの中のネイビー像おかしくね？クソじゃね？とも思ったし、ていうかループさん自体がもうやめてー。え？なんなん？おまっなんなん？ゆっくり投稿者です。でも最近茶番も実況もあんまり出されてない気が。さあ聞こえないなあ、全然聞こえないわ。そういえば前にとある方が MMD も作れないようなやつはゆっくり投稿者じゃねえとか言ってたような。ああ、あったねそういう事件。ツイッターで問題になったやつでしょ。そうそう。それに対して意見したらなぜかお前がめっちゃ攻撃されたよな。うん、怖かった。それでしばらくその手の動画見るのやめたもん私。ループさんが踊ってみたとかのコメ欄にいるのあんま見たことないの。それでか、最近はコメントしに行くという行為自体が怖い。また何か言われそうで。便座みたいな顔ですねとか。悪口が独特すぎないですかそれ。本当のことを言ったまでです。なんだそれ。なら仕方ないですね。ちょっと待った。え、私って便座みたいな顔なんですか。あなたの顔に狙いを決めて便座ブロック。やかましいわ。あはははは。楽しそうで何よりだな。ここで確かザクロっていうアイテムを手に入れたんだよね。あなたがザクロだと思ってるそれ。え、な、ループさん。ねえループさんやめてそれ。うん、そのお口あわうするのやめてループさん。ループさん、お口痛くなっちゃうからそれ。やめよっかそれ。実はマグロです。マージかー。え、ってことはさ、私たちがお寿司屋さんで食べてるマグロは反対にザクロな可能性あるいうことよねー。はぁ？違ったみたいだわ。視聴者さんなんかごめん。違ったわ、乗ったのに違った恥ずかしさよ。続く。